プリント学をご覧の皆様、こんにちは、ふみです。今日は、アプリで楽譜見放題で使うアプリ、プレイオが、フットペダルに対応したということで、今回山田さんからご紹介をいただきましたので、使っていきたいと思います。こちらのアプリで楽譜見放題というサービスは、月額990円で約5万点の楽譜が見放題のプランと、月額480円で月5点の楽譜が閲覧可能なプランがあります。このどちらも楽譜を半額でダウンロードできる特典がついております。僕自身この月額990円のプランに加入しておりまして、本当にたくさんある楽譜の中から自分が演奏してみたい曲などを選んだりして、それを半額で購入できるので大変お世話になっているサービスです。今回のこちらのフットペダルなんですが、踏めくりをしたいときに本当にポンと踏む感じです。で、踏めくりの感じはこうやってスムーズにめくれてくれます。縦でも楽譜を表示することができまして、縦にすると1ページで表示されて、これも踏めくりペダルを押すと1ページずつ踏めくりされます。こちらの設定のやり方なんですが、まずご自身のタブレットの Bluetooth 機能をオンにしていただいて、その後フットペダルの電源をオンにします。するとタブレットの方にこちらのフットペダルの名前が出てきますので、こちらの Bluetooth ミュージックペダルっていうのを押すと、このタブレットとフットペダルのペアリングが完成します。では実際に使っている様子をご覧ください。今回は YOASOBI さんのアイドルという曲を演奏してみたいと思います。スタンダードプランにご登録中のお客様、抽選で10名の方に今回使用したこちらのフットペダルを、プレゼントする企画を、やっております。この、プレゼント期間内に、ご入会いただいた方も応募可能です。概要欄に、特集ページのリンクを貼っておきますので、どしどしご応募してください。お待ちしております。